20歳になられましたがお酒は飲まれましたか、はいはい、正直羽生選手がビールや焼酎を飲むところを想像できません。飲むとしたらカクテルでしょうか。僕手術の時に、うん、あのアルコールで消毒したんですけど、はい、消毒しなくちゃいけないんですけど、うん、荒れちゃって、あ僕アルコールダメですね。アレルギーだ。アレルギーです。うわー、よかったね。人生をだいぶあの時間を無駄にせずに済むかもしれない。楽しみもちょっと、まあ、あるけれども楽しみも減りますよ。でも皆さんがね、うん、あの僕の同年代もだいぶ飲み始めてるので、うん、やっぱいいなって思う時もあり、うん、まあいいよ自分一人でゲームしてくって。ああそうか。まあせっかくねイヤホンとかもね、その分たくさんね、うん、いただいてますし。そうかそうか。今日ねイヤホンお持ちいただいたんですけど。そうだよ。その数が 何個ぐらいあるの？一応自分の中では自分のうち自宅とかでは50本ぐらいはあると思います。50？ ただそのカナダに行かせたりとか、はいはい、持ってったりとか自分の。その仙台の家に置いてあったりとかもするので、うんうんうん、まあそう、これがすごいんだよ、俺すごい見たかったのこれを。